長い時間を過ごしてこられました日比野哲也助教授と吉田隆明准教授です。雨の中での引退式となりました。まあ涙雨といったところでしょうか。レゲルは今日の高松の宮記念がラストランということになりました。レゲルは牝馬6歳です。父ミッキーアイ、母ヒロインが白毛一族の一頭として2018年2月23日北海道有明のノーザンパークで生まれました。デビュー戦は4年前の2歳8月小倉競馬場の芝 1200m 200に小馬身差をつける圧勝でした。その後は小倉2歳ステークス、ファンタジーステークスと重賞、連勝、3連勝でクラシックの主役候補として注目されます。3歳春には中立賞を勝ち、桜花賞は18着で敗れてしまいました。その後はスプリント戦に狙いを定めて短距離の重賞、3勝、4歳は先頭ステークスでマークした1分6秒2のタイムは中京芝 1200m のコースレコードです。一生懸命、一生懸命すぎるほどに全力で走る姿、そして美しい顔立ちでファンの心をわしづかみにした AKA 下にも流星、その流星はバラのつぼみのようと言われ、一昨年6月には写真集も発売されました。香港、そしてアメリカのブリーダーズカップと2度の海外遠征の経験、海外含め G1 は10回挑戦をしました。4着が最高という成績でした。高松の200年は3年連続の出走、一昨年が5着、去年が12着、そして今回が9着、いずれも得意とは言えない雨の場は場状態が渋ってのレースになりました。それでもレイケールは今日も一生懸命にゴールを目指して走りました。通算成績20戦7勝10勝6勝、今日の高松宮記念がラストラン、次の空へと飛び立つことになりました。さあ、それではレイケールの輝かしい奇跡を映像でご覧ください。現役屈指のその美貌、しかし先頭は抜けた。5番のメイケイエル、メイケイエルボーイ、おてんばなレースぶり。メイケイエール一人を取り込みしたその歩みをたどります。2018年2月、白銀一族である白雪姫の血を引く白忍者の第一子として生まれたレイケイエール。一等の谷秀典厩舎に所属し、2020年夏の日差しが照りつける小倉でデビュー戦を迎えます。あとは11番ライブリーキング、9番シルビアレスト、3着争いか。先頭1番レイケイエール圧勝5位。デビュー戦を小馬審査の圧勝で飾りました。新馬戦を勝利した2週間後、メイケイエールは重賞の舞台に挑みます。前はここで9番のモントライズが先頭に変わった。その後8番のメイケイエールが襲いかかる。いい方が並んだ。3番手の次の10番を振り、2番の外だ。抜けた9番のモントライズをカバーだ。8番のメイケイエール今度は先頭、2番9番モントライズ、メイケイエール5位。デビュー2戦目で重賞初制覇、この勝利は武秀典厩舎にとっても初の重賞タイトル獲得となりました。続いて挑んだファンタジーステークスではレコード勝ちを収め、無傷の3連勝、2歳 G1 へと駒を進めます。迎えた阪神ジュレナイルフィリーズは直線足を伸ばすも4着、惜しくも G1 勝利とはなりませんでした。年が明け3歳初戦に選んだのはチューリップ賞。メイケイエールは3コーナーを過ぎて先頭に立ちます。
気迫を切って1番メイケイエルいっぱいとなったら2番スクーティー接近する、内側の番エゾレスタワー、外は10番タラドディアーナ、4頭の争いですが1番メイケイエル、5番エゾレスタワー、2頭ダウンが組み上げ下げ降臨。ゴール前の大接戦、写真判定の結果レース史上初となる1着同着で重賞3勝目を手にしました。クラシック桜花賞では一生懸命すぎる性格がゆえにレースで折り合いを欠きしんがり負け、2022年4歳になったメイケイエールは飛躍の年を迎えます。1月のシルクロードステークス、折り合い面の不安を見せず勝利し重賞4勝目、さらにあっという間に順番のメイケイエールが伸びてきた。メイケイエールこれを追って4番のスカイループが追っている。さあ先頭を抜けた10番のメイケイエール、今度はスカイループ2番手3番手接戦、メイケイエール降臨。威嚇を切る外側のメイケイエールが先頭に変わった。2番手は12番ファストロース頑張っている。しかし先頭は抜けた5番のメイケイエール、メイケイエール降臨。セントウルステークスでは圧巻の好戦コードで重賞6勝目、その力を遺憾なく見せてくれました。その後は香港、アメリカと果敢に挑戦を続け、2024年の高松宮記念オーナーのお膝元で無事にラストランを終えました。ひたむきな姿で多くのファンを虜にしてきたメイケイエール、その走りはいつまでも心の中に。それでは本日お集まりいただきましたファンの皆様にメイケイエールの関係者の皆様をご紹介します。まずは馬主の名古屋競馬株式会社代表取締役社長加藤真也様です。続きまして、舘秀典調教師です。池添健一騎手です。調教助手の荻野かなめ様です。調教助手の日比野哲也様です。厩務員の吉田隆明様です。生産者のノーザンファームからノーザンファーム信楽上長松本康弘様です。関係者の皆様をご紹介しました。ここで関係者の皆様に対しまして日本中央競馬会中京競馬場より花束が贈られます。それではお渡しください。続きまして、中京競馬場のイベントで募集したメッセージ2600件の中から選抜したメッセージを記載した寄せ書きプラックが中京競馬場上長後藤祐一より贈られます。
では加藤様、竹城教師、江添騎手にグラフを広げてお願いしていただきましょう。では、関係者の皆さんに名経理の思い出を伺っていきます。はじめに、竹井秀之教教師です。竹井教師、ラストランを終えて、今どんな気持ちでいらっしゃいますか？はい、終わったなって感じですね。約4年間なんですけど、本当一瞬でしたね。大変なことばっかりでしたけども、よく頑張ってくれたと思います。一番思い出に残っていることはどんなことですか？いや、本当にこのぐらいこう難しい、折り合いもそうですし、性格的にも難しい馬っていうのはそうそういないので、本当レースのたびにこう課題がたくさんあったので、いろいろ試行錯誤しながら、いろんなことをスタッフと牧場関係者の皆様と相談しながらやってきて、もう全てが思い出であります。このレースに向けては、はい、バチバチに仕上げるというような言葉がありますけれども、はい、どんな仕上げを思い出したんでしょうか？今までとは今後のことを考えずに済むということで、本当にゲートも中心にやりましたし、悔いのないように仕上げてきたつもりです。最後の走りはどう映りました？いや、パドックも、ね、本当によく見えましたし、4コーナー回ってくるときはいつも のいいときのエールの走りだなと思ったんですけども、やっぱり今日もこういう天候で代わりに恵まれず、最後は走りにくそうにしてるんで怒ってるのかなとか思ってましたけど、ありがとうございます。続いてラストランド手綱を取りました池添健一氏に伺います。今日も雨になってしまいましたね。走りはどうだったですか？ゲートも我慢してくれましたし、まあ普通前走と違って普通に切ってくれたので、ポジションも取りに行って、まあ、道中はいつものかかっている感じでしたけど我慢してくれましたし、あと4コーナー回ってくるときはもう本当さっきも調教師に聞いても言いましたけど、いい形で回ってこれたので、これはいいんじゃないかなって思って回ったんですけど、やっぱり綺麗な走りをする馬なので、こういう重たい馬ですかね、やっぱり向かなくて、いや本当によく言えば両馬場で走らせてあげたかったなっていうふうに思いました。池添騎手は2021年の秋からこの馬とコンビを組んできて、一番印象に残っていることはどんなことでしょうか？これ一つっていうのは挙げられないんですけど、まあ、僕はおびきだけだったので、まあ、普段大変な思いしているのはね、助手さんとかなんですけど、まあ、本当常におびきにしてもレースにしても緊張感があって、こうなんていうんですかね、安心してレースに臨むことはなかったかなと。もう常にこう、なんですかね、もう大、こう、調教うまくいったからレース大丈夫とか、そういうのは一切なくて、まあ本当に、もう、まあ初めてと言っていい子なので、いい経験させてもらいました。ただ無事にレースを終えることができて、良かったですね。まあ無事に、はい。もう勝つことで、最後、自分タイトル取ってっていうふうに思ってたんで、そこはちょっと取れないのは残念だったんですけど、まあ、無事に、次の MAK にとっての人生があるので、無事に終わってよかったなっていうふうには思います。ありがとうございました。ちょっとあといいですか？あ、どうぞどうぞ。僕の前に騎乗してた豊さんからメッセージ、今日ちょっと、今日ドバイに向かうので、ちょっと出席できなかったんですけど、コメントをもらってました。常にメイケールに乗っているときは、
悩んでましたと言ってました。で、勝った時でも負けた時でも無事に終わってホッとする自分がいましたっていうふうに言ってました。そうです。いずれにしてありがとうございます。勝てる方、体の強みを感じてくださいました。続いては日々の調教をつけてこられましたオリの調教女子に伺います。語り尽くせるいろいろなことがあったかと思いますが、今この4年余りの日々はどのように振り返りますか？そうですね、僕は常にメイケイエルちゃんに怒られてたので、バーボーとかでもずっと耳絞って僕噛まれたりとかあったり、ずっと怒られてました。そうした中でどういうふうに付き合ってこられたんでしょうか？そうですね、結果最後まで僕の片思いでした。片思い実らず。そうですね、はい。なかなかこういうタイプの馬っていうのは珍しいんですか？どうなんですか？そうですね、大体懐いてきてくれるんですけど、今日の朝も怒ってました。競走馬としての生活を終えて、これから新たな道に進むわけですが、ではそのメイケイエルに、オリの調教女子からメッセージをお願いできますでしょうか？そうですね、寂しくなりますけど、エールちゃんには次の仕事がありますので、無事にいい子を産んでくれたらなと思います。ありがとうございました。では次の調教女子に伺います。オリの調教女子は片思いが実らなかったと言っていましたが、日々の女子はいかがですか？僕は新馬戦の前まで乗せていただいてて、それ以降乗ってメイケイエルを攻めることはなかったので、僕は比較的良好な関係だったかなと思います。厩舎のスタッフの一員としてこの馬のことはどういうふうに見てましたか？そうですね、もう本当にすごい馬だなと思って見てましたし、本当に勇気と感動をたくさんもらいましたし、本当にすごい馬だなと思いながら見ていました。ファンからのメッセージ、それから贈り物なんかもかなり多かったというふうに伺っています。ファンの思いというのはどのように感じていらっしゃいましたでしょうか？そうですね、本当にこんなにたくさんのファンの皆様に愛していただけるのはなかなかいないと思いますので、本当に感謝でいっぱいです。ではフィリーの女子からもメイケイエルにメッセージお願いできますか？はい、これからメイケイエルにはいろいろ大変な仕事が待っていると思いますけれども、本当にこれからの生涯に幸を置かぬことを祈りしています。ありがとうございました。では吉田君に伺います。まずは今日はベストカウンタント賞を受賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、ベストカウンタント賞を受賞されてお気持ちいかがですか？そこに関してはあんまり何も思ってないですけど、まあ、いただけたのはありがたいことですし、最後と一緒にこの賞をいただけたっていうのは本当に良かったなと思います。今日はどんな気持ちでメイケイエルとの時を過ごしてこられたんでしょうか？最近ずっとなんか引退レースですけど寂しくないですかって聞かれることが多かったんですけど、実際ちょっと実感が湧かなくてっていう答えをずっとしてたんですけど、まだちょっと準備の時とかもね、全然そんな感じもなくて、ただ今こうして引退式をやらせてもらってて、いや終わるんだなっていう、ちょっと寂しくなりますね。レースを終えて帰ってきたメイケイエルの様子は吉田さんの目にはどのように映りましたか？いや今日も一生懸命走ってくれて、はい、泥だらけになりながら帰ってきてくれたら、もうそれだけで良かったです。
無事に帰ってきてくれて本当に良かったですね。では吉田さん、メイケールにお別れのメッセージをお願いできますでしょうか。まあ、北海道に行って繁殖生活を送るわけですけど、まあ、会いに行ける機会があれば行こうと思うので、忘れないでいてほしいなっていう思いがあります。今までありがとう。ありがとうございました。お久しぶりでした。では生産者のノーザンファームから、ノーザンファームしがみ住長松本康弘様に伺います。いや本当にファンの多い場なんだなというのをこちらでもお感じになっていたと思いますが、改めていかがですか。そうですね、これほど多くのファンの皆さんに引退式として送ってもらえるというのも非常にノーザンファームとしても光栄ですし、まあ、本当にその、まあ、G1 は勝てなかったですけど、すごく個性的で、かつやっぱり強い時はすごく強いという力を見せられたのが、まあ、本当に彼女、メイケールの魅力だったのかなと思いますし、まあ、これからも皆さんに応援してもらえるような馬をどんどん、作っていきたいなと思います。まあ、この後繁殖馬としての生活が待っているわけですが、その後期待するところ、どういった方を出してほしいというふうに生産者の立場からは感じになるんでしょうか。まあ、そうですね、まあ、メイケール自体、滋賀県の方ではスイッチがオフになるんで、どちらかというとおとなしい、まあ、扱いやすい部類の馬だったんですよね。で、まあ、調教の時は多少やっぱ行きたがるところもあるんですけど、まあ、実際その信楽の調教としては、まあ、馬をなだめてあげるというか、非常にできるだけ乗りやすく、そういうテンションっていうところを、まあ、目指してやってたんで、比較的はおとなしかったですし、まあ、おそらく繁殖に行ったらおとなしくしてくれるのかなとは思ってます。まあ、できれば子供も、まあ、競馬でもおとなしく、まあ、調教師さん、助手さん、ジョッキー、言うことを聞いて、ただ一生懸命走るところだけは引き継いでいただきたいなと思っています。本当いいお母さんになってくれるといいですね。松本さんありがとうございました。メイケールの関係者の皆様にお話を伺ってまいりました。皆様どうもありがとうございました。それではメイケールの関係者を代表して、名古屋競馬株式会社代表取締役社長加藤真也様より、応援していただいたファンの皆様にご挨拶がございます。はい、本当にですね、この寒い中、しかもレース終了遅い時間まで、このようにたくさんのファンの方にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございました。今日、MTL はラストランということで、高松宮記念、残念ながら9位という成績には終わりましたが、今お話しいただいた通り、いろんな形で調子をしていただいて、最後まで一生懸命走ってくれたものと思っております。本当に心からメイケールには感謝を申し上げたいと思います。そして、常日頃からの調教をしていただいた武調教師さんをはじめとする厩舎関係者の皆様、そして本当に腕がしびれそうになりながら騎乗していただいた池添騎手、そして、まあ、先ほどメッセージをいただいた武豊騎手、さまざまな騎手にも、まあ、ご協力をいただきました。それで、もちろん生産育成をしていただいたノーザンファームの皆さん、こういった方々のさまざまなお力添えのおかげで、メイケール本当に活躍をできたものと思っております。まずはメイケール本当にありがとう。ありがとうございます。これから先ほどからお話がございましたように、引退をして繁殖牝馬として北海道のノーザンファームで、過ごすこととなっております。また数年後にはですね、メイケールの子供たちがまたこの中京競馬場に
くると思います。またその時にはぜひ皆様方、心から応援していただけますようお願いを申し上げたいと思います。最後になりますが、本当に多くの皆様に愛される非常に素晴らしい名経営、このように愛される名経営であったことを私ども馬主としても心から感謝をして、そして多くのファンの皆様に本当に応援ありがとうございました。これから感謝を申し上げて私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。佐藤様ありがとうございました。改めまして関係者の皆様にどうぞ盛大な拍手をお願いします。さあ、メイケレールと共に過ごした日々を腕に抱きながら、これをもちましてメイケレールの引退式を終了とさせていただきます。本日は雨の中お金いただきましてどうもありがとうございました。